ティレル008は、ティレルが1978年の F1、世界選手権用に製作したフォーミュラワンカー。ティディエ・ピローニとパトリック・デパイユがドライブし、数度の表彰台を獲得した。その中には、デパイユによるモナコでの勝利も含まれる。ティレル008は、モーリス・フィリップが設計し、6輪車のティレル P34 に代わって投入された。アルミニウム製のモノコックに、 V 型8気筒のコスワース DFV を搭載した。1978年シーズン、ティレルはパトリック・デパイユのチームメイトとしてリディエ・ピローに起用した。008はシーズン開幕戦のアルゼンチングランプリでデビューし、デパイユは予選10位、決勝3位という結果であった。次戦のブラジルではリタイアしたが続く3戦で連続して表彰台を獲得する。 南アフリカで2位、アメリカで3位、モナコではシーズンの予選最高位となる5位からスタートし、自身の初勝利を挙げ、ポイントランキングのトップに立った。その後はリタイアが多かったものの、オーストリアの2位を含む3戦でポイントを上げる。全16戦中8戦でリタイアとなり、008は信頼性が問題であった。ピローニはアルゼンチンで予選23位。 決勝は14位であった。次戦のブラジルでは6位でポイントを獲得し、シーズン全体では5回のポイント獲得となった。最高位は5位でモナコとドイツの2回であった。予選の最高位はオーストリアの9位で、これはデパイユより予選で上回った2回のうちの1回である。チームは合計38ポイントを獲得し、ランキングは4位となった。デパイユは34ポイントで、 ドライバーズランキング5位、ピローニは7ポイントで15位であった。ありがとうございます。